明太子との日々は僕にとってかけがえのないものだった。公園で一緒に滑り台をしたり、ブランコで遊んだり、ラクダに乗ったり、キリンさんの背中の上で君をなでなでしたり、楽しんでいる時の君の姿が今でも脳裏に焼き付いている。二人でしたかくれんぼ。隠れるのが苦手な君は鳩に怯えながらずっと公衆電話ボックスの中にいたよね。一緒に眺めたイチョウの木は僕たちを温かく包み込んでくれた。遊び疲れた君をおんぶして連れ帰る。君を癒すために僕はその体をそっと漆黒のまな板マットレスの上に横たわらせ、鋭い刃で背中のマッサージをしてあげた。気持ちよさそうにうたた寝する君を見ていると、なんだか僕まで眠くなってしまった。なんか喉乾いちゃったね。あ、そうだ、お米の研ぎ汁でも飲む？僕がそう尋ねると、君はプルプルとしたツヤのある下唇を噛みしめながら静かに首を横に振った。ご飯準備するから待ってて。炊きたての白米に白ごま、醤油、白だし、ごま油、青のりを入れてよく混ぜ合わせる。完成を待ち望んでいるのか、僕が料理しているのを隣で眺める君。その瞳はうるうるとしていて可愛らしい。確かチーズ好きだったよね。君は嬉しそうに首を縦に振る。その時、鋭い矢で胸を打ち抜かれるかのような衝撃が僕の全身に走ったんだ。我慢の限界値なんてとうの昔に超えていたことに気づいてしまった。いや、本当は気づいていたけれど、気づかないふりをして心の扉に鍵をかけ閉ざしていたのかもしれない。ふとため息を吐いた時、そこには君と僕二人だけの空間が広がっていて、紅色にほてった君のほっぺたを左手の人差し指でそっと撫でると、恥ずかしそうにしながら君も僕のほっぺたに触れてきたよね。角切りにしたバターのキャンドルにバーナーで火を灯して、君と二人おててをすり合わせながら温まったのは一生の思い出だ。口の中いっぱいに焼きおにぎりを頬張りながら僕は君に視線を送った。でも君から視線が返ってくることはなかった。君はきっと何者かに支配されてしまったんだ、洗脳されてしまったんだ。僕は自分にそう言い聞かせながら今日も君の家に手を合わせる。君はこれからもずっと僕の心の中で生き続けるよね、永遠に。